ちょっと待っててくれよ、見事に10個割られちまってるみたいだぜ。なんですって？何？なんかスマホかなんかで管理しとる？他に何か利用されますか？いや、いいです。さあ行きますか。それじゃあ、ん？あれは？あー、あれか、デイリーがクリアできたやつがあるってことかな。じゃあ見とこ見とこ。調子はいかがです？仲間と一緒に滑空。お疲れ様でした。そしてお宝をゲット。お疲れ様でした。そして誰かと会話。お疲れ様でした。やった。イエーイ。お、星のかけら、流れ星からこぼれたかけら、玉の作成などに必要。さあ行きましょう。まずはお宝をいっぱい集めて段を大きくするブ。あ、そうよ、あれないよね。え、前のさ、あれはどこだ。え、つばい座草原と、なんかあれよ、あれあれあの壊れたやつらがおるところ、あれ一番最初のとこ、つばい座草原島でいいんかな。 25% ではあるけど、まあちょっと行こう。つばい座草原島だっておるんやろ、スライムの。自分たちの島もね、ちょっと充実させていかんといかんけん。どっから、ここ、これかはい、降ります。まあ、でもちゃんとおるやん、ここにそっか、ここか、キラーパンサー。ブリスはどこにでも現れるんやけど、でもとりあえずあれよね、何やった、ちゃんとああいう数字でさ、距離とか表してくれてる中にあるってことやけん、あのクエストのね、いけるやろ。これ何が必要なんやったっけ。鉱物料理、キバトギステーキ、何が必要なんやった。ねえねえ、わからんでもとりあえず料理やけんさ、料理ができるようになるために、あのスライムを見つけんといかんわけやろ。じゃあまずそこ頑張ろうや。ってことで、ここから降りていきますか。よっ。じゃあ行きまーす。一応今はね、もうああ落ちる今はちょっと、もうキメラの翼があるっていう安心感があるので、ちょ、やめてやめて。あー、結構下まで距離あるな距離あるな。あ、ここすごいね、めっちゃすごいやん。なんか棚田みたいな感じになって、でもなんかすごいお水え、めっちゃ綺麗。あの景色すごい好きなんやけどね、超いい感じじゃない。え、一番近いのはどこだ。一番近いのこの181、これかな。じゃあ行きますか。ギガンテスとかレベルめっちゃ高いけんさ、見つかったら大変。あそこに風船があったな。これ何、まだなんか下ってこと。これっていやね、乗った状態で弾使えんのよな。え、これはどこですか。あっち側、これ陸でつながっ、あそこの橋渡らんといかんのか、遠いなちょ待って、降りたけんさ、せっかく降りたけん、そこの風船を割りたい。え、気づかれてない、ギガンテスにあと向こう側にも風船あるの見つけたんやけど、え、今私風船どれぐらい割っとん。絶対その目標数以上の数あるってことよね。え、次どこやっけ。なんかね、こっちの方にもね、風船があったのを見たんよ、さっきチラッと。え、どこだ。あ、あれや、待って、めっちゃ怖いやん。レベル高いやつらしかおらんねえけど、この辺。ピなんか強そう。ねえ、やばいよね、強そうよね、それ思う、超思う。
え、待って、今この辺にあったよね。どこ行った？え、なんかなくなった。え、なくなった？仲間を復活だブー。なくなったんですけど。あ、全員やられてる。なんか強そう。大丈夫かブー。全員やられてるよ。ちょ、待って、回復したい、めっちゃ回復したい。超危険。こ、あれ駅よね、多分。待って、その手前にまだ敵がいるな。ん、あれか、これや。これ前からおったよね。なるほど、このクエスト用の子やったわけやね。どうも。さすが自然が豊かなとこだわね。いい食材があちこちで見つかるじゃないの。ごめんなさいね、あなたのことを見えてなかったわ。お家にお帰り。こんなところで何をしているの？危ないからお家にお帰り。あらあら、もしかしてスラペコさんにご用があるのかしら。食堂をやってほしいんですよ、うちの島で。なるほどね。食堂？ふんふん、なるほどね。竜の鉄道カンパニーの施設を今はあんたらが使っているんだね。懐かしいわ。なんだか懐かしいわ。また腕を振るのも悪くないかも。でも食堂をやるなら人手がいるわよ。あんた、働いてくれる子を用意できる？そうね。マジカルハットがいたら役に立ってくれそうだわね。え、マジカルハットもうおるよね。マジカルハットならここツバイド草原島のこの近くにいるんじゃないかしら。あとパーティーに加えてこなくても大丈夫よ。あんたのところの団員寮にいたもんでいいから。あら、マジカルハット、今さあ、あのパーティーにおるのはマジカルハットではないのか。まあ、どっちにしろ今ちょっとお亡くなりになったんやけどさ。お亡くなりにはなったんやけど、これはマジカルハットではないの？てかちょい待って、今めちゃくちゃ回復したいんだけど私。まあ、一旦あの駅に行くしかないか。あんなところまで行くのめんどくせえな。今ね、あのイングリッドもお亡くなりになっとるけんさ、背中に乗ることができんのよね。あ、お宝見つけたんですけど。持てない。なんだと。とりあえず一旦行きまして、はい、復活させに行ってます。今オッケーオッケー。はい、ここね、懐かしの。うー、帰ってきたぜ。はい、休みます。疲れた。はい、復活。みんな復活で、一旦ちょっとさっきのね、見つけたお宝をゲットしましょう。まずね、まずお宝ゲットしてからのマジカルハット。え、でも一旦ちょっと、え、イングリッドは違うのかい？ちょ、気になるけん、もう一回話しかけよう。攻撃しないでね、今。はい。オッケー、来たー。値打ち物だな。何これ。何やろ。なんか、あの、スラクトみたいな感じ。スラクトじゃないか。誰だ？スラリン？話しかけさせろよ。終わった？戦闘。あら。どうですか？違った。くっそ、マジカルハットやっつけるぜ。やっつけるっていうか、仲間にするよ。マジカルハットどこ？ショッキングスライムの方にはちょっと、あれや。なるほどね。色が違うんや。マジカルハット。君だよ、君。いや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 。あれ、マジカルハットってさ、団員寮にもおらんかったっけ？え、一回も仲間にしてなかった？しとったと思ったんやけどな。え、待って、全然スカウトできんかったんやけど。潮風、そう、潮風の香りが漂う草。だから僕を。何出るかな？魔法と音弾、敵単体の呪文を封じ込める。よっ。妖精の粉。ドルマ弾、敵単体に闇属性の小ダメージを与える弾。マジカルハット、あとどこだ。
お、今結構効いたね。どうよ、スカウトできた。やった、来た来た来た。あそこにもなんか落ちとるぞ。よっ、スライムゼリーね。ちょっとみんなおいで、こっち。あそこにもなんか落ちとるやん。めっちゃいっぱい。お宝落とした。誰か何やってんの、キラリン。あ、しかも速攻で取ってかれたし。コウモリの羽、コウモリが落とす黒く大きな羽、料理に使うのか。いたいた。じゃあ今回手に入れたお宝何もなくなったやん、おい。せっかくゲットした金の宝箱。はい、マジカルハット。え、マジカルハットやろ。マジカルハットをスカウトしたけど、え？え？何？もっと数が必要なの？誰だ？ノーラ。私はノーラ。こう見えてアネモア様の親衛隊の隊員なのよ。私、この島の調査をしてるんだ。でもちょっと行き詰まっちゃって。島にある二つの石碑を調べたいんだけど、周りのモンスターが強いのよ。あ、前なんかこれ言おったね。レア物の鍵？ほう、聞いてやろう。ノーラのお願い聞いてくれてありがとう。石碑を見つけてその内容を教えてほしいんだ。それで二つの石碑の場所はこの島のビーナリア段丘とウィンガレーザーにあるの。よろしくね。見つけるのは大変かもしれないけど、お礼もちゃんとするからよろしくね。いや、なんか顔に似合わずめちゃくちゃ可愛い声ですね。もっとなんかきつめの顔しとるけど。ここブラドコーツも足りんのよね。何ヘビーオブジェって。どっちもないんやけど。ヘビーオブジェって何？何なのかが全くわからねえ。あんなところに。あ、うっしゃー。あ、バルーン10個あろう。これで。いけたよ。ベニーシャに報告。ベニーシャってさっきおったよね。あの、向こうの駅におったよね。じゃあ、あれに報告しに行けばいいんかな。イェーイ、いたいた、10個割れたよ。私たちの野望、あなたたちに止められるかしら。もし10個でもバルーン割ってきたら、私たちのお宝をくれてやってもいいわ。もしかしてもう10個割ったって言うんじゃないわよね。割ったよ。なんですって？まさか本当に割っちゃったの？そうなの？すぐにチェックして。はいはい。ちょっと待っててくれよ。見事に10個割られちまってるみたいだぜ。なんですって？何？なんかスマホかなんかで管理しとる？じゃあ絶対見てきてないよね。まさかそんなことがあるなんて。くっ、仕方ないわね。約束だからお宝をあげるわ。マヤはベニーシャから報酬を受け取った。やった！何これ？お、ツナマンの影？ギンギラダの下っ端、ツナマンの影。ツナマンは自分の影を切り離して持ち歩くことができるらしい。何それ？これもお宝かな。まあまあまあ。俺のお宝が、ひどい。まだまだ終わりじゃないわよ。次は全部で25個割ってみなさいよ。え、マジで更新されるタイプこれ。今の10個も入れてってことかな。もしも25個割ってきたら、また私たちのお宝をあげてもいいわ。じゃ、どんどん豪華になるやつやね。オッケーオッケー。とりあえず一旦帰りまーす。スナベリの挑戦状に。まあ、だってまだまだね、割ってないやつめっちゃいっぱいあるもんね。そういうことか。間違えた。よろしくね。そうじゃなくって、私今普通に帰ろうと思ったんだ。帰って鑑定するね。はーい、帰ります。お宝は2個やっけ今回。あ、まあ、今のツナマンの影合わせたら3個。なるほどね。まあ、このゲームやり込み要素としてはお宝を全部集めるってことなんやろうけど、クエストでもらうものもお宝に含まれるって考えたらめちゃくちゃ大変やね。え、これもしかして指導？違うかな。ヘアバンド4万4000。髪の毛に刺すだけの簡単な作りの防具。あ、違う。ビルダーの像その2。ビルダーってことはあっとった。私が想像した指導はなんか
このね、あのビルダーズに出てくる指導やってけん。伝説のビルダーの血を引く若者の像。825,000。なるほど。まあ、でも93万、約100万はいった。まだ手元にはみか、あ、これ入れたら100万超えるんやない？どうよ、なんぼなんぼっすか。やったぜ、ツナマンの影。いいやない、いいやない、これ。ほら、82万、やばいよ、この1個だけで。なんかクエストでもらうお宝は結構いい感じなんやね。なるほど、めっちゃいいやん。え、団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたようだ。ありがとう、誰？ありがとな。お、アイラの像の価値が上がった？すげえやん。イェーイ、あざっす。ね、ビルダーの像、飾ろう、飾ろう。飾せるお宝が変わった分。ビルダーの像と、私今何飾っとったっけ？踊り子の服飾、踊り子の服飾っとったんかな。あれがいらんやろ。を入れ替えよう。真ん中はアイラとして、トレジャー。これ飾ろう。どうやって入れ替えるんこれ。あ、台座に設定。はい。オッケー。いい感じ。ちょっと全然、等身違うけど大丈夫。でも可愛い可愛い。新しいことがありそうですよ。はい、加入希望者を確認。希望者はこちらです。カジマル？うわ、待って、全然足りんやん。ここが加入可能。決めました。誰かわからんけど、とりあえずじゃあ入れとくわ。この子もおらんよね今。あ、ツッキーも来れるよ。ブレロンが仲間に加わった。いいですね。で、ツッキー。足りません。あ、渡すものが。なるほどね。あ、さっき使ってしまったってことか、肉を。さて。なるほど。で、派遣。派遣だな。さっき確認してなかったな。はい。やっと帰れた。どう？成功。そんなもんだ。ふんふんふん、お肉はないっぽいな。もう一回行ってらっしゃいまし。出発だ。一丁行ってみるか。出発。どんなようだ。グリーンスパイス、独特な風味をした緑の調味料、料理の作成などに必要な素材。パープルジェム、魔力を秘めた紫の鉱石、玉の作成などに必要な素材。よし、ちょっと出発してきます、私また。